どうもこんにちは宣伝部長のです今日は YOU 何でいるのってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで今回はですね、えー、と平本淳也氏という元ジュニアの方ですね。で現在えっと確か56歳ぐらいでいわゆるこうジュリー ジュリー氏っていうんですかジュリー社長とまあ同い年の方ですという方が、まあ、昔から告発してる話がありまして今回はちょ,ちょっとそのお話をね中心にお届けをしていきたいというふうに思いますはいえっ、ー、とこちらのねまずね「高松7チャンネル」の方でいわゆる平本純さん 淳也さんをお呼びしていろんな話を聞いてるんですけどめちゃめちゃよくまとまってますねで高松菜奈さんに関しては以前からこのジャニーズの問題発覚後ですねいろ、まあ、んな方を呼んでいわゆる被害に遭ったという方を呼んでいろんなことを聞かれて、まあ、この問題を真正面からこうお伝えしようとしている、まあ、本当の意味での、まあ、ジャーナリストっていう感じですね、まあ、この問題起きてから、まあ、例えばまあ昔からまあ有名な、えっと、松谷総一郎さんとかですね なちゃんと物事をそのまんまと言いますかおかしいことおかしいということで伝えようという人とまあなんかうまく濁してうまく業界でうまくやっていきましょうっていう人で、まあ、大きく分かれてきましたよね。本当に、まあ、時代がいろいろ変わりつつある中で本物と偽物っていうのがすごく分かりやすくなってる時代になってるなと思いますね。そこっていうのはなんか 技量っていうよりも心持ちの問題ですよね、はっきり言ってね。だから知識がいくら多くたって、それをごまかしのために使ってしまえば、それは何の意味もなさない時代がやってきたよっていう話ですかね。はい。という形で、この問題を本当に真正面からね、受け止めて、こう伝えようとされている姿勢っていうのは効果を持ちますと。で、加えてご自身でもなんでこれやってるのかということを話されていてご、ご自身も以前芸能界にいたので、まあ、その時に、いわゆる、あの、 いわゆるセクハラパワハラみたいな現場を見てきてて、まあ、女性芸人さんとかがなのかなかが普通になんかこう飲みの席で胸を揉まれながらまあ冗談。 こうかまかまされるとかでもそういうのを拒否すると力のある方々からまあこう干されるみたいなことも見てきたという形でまあそれはひどいよねっていう感じですね。でしかもその問題を訴えようとすると「売名でしょ」とか言われるということでいわゆるこうやっぱりね芸能界っていうのをやりたくてどうしてもやりたいっていう人が集まってくるじゃないですか。でさらにその中で残る人ってなるとまあ意識も気持ちもやりたいことも強いっていう中でこれを我慢して ままあどううしししてても我慢してしまうでもどっかで我慢しきれなくなった時に告発すると売名だって言われてこれはおかしいんじゃないかということでまあ、真っ当ですよねめちゃくちゃ真っ当な気持ちで、まあ、この問題を本当に取り上げなければならないと思ってるみたいですというのをちょっと前提としてね、まあ、この動画の話,話からちょっとやっていきたいというふうに思います。 はい。で、えっと、平本淳也氏として、活動時期っていうのが、まあ、18、3から18歳ってことで、1980年から1986年ぐらいってことですね。5年間。えー、っと、それで、えっと、被害ってない、いわゆる、こう、マッサージとか、最後まではない、一応、拒否したらしいんでね。なんですけど、その、 えっと、BBC にも平本さん出,れ出,出られてたと思うんですけど、BBC の出てた時は被害を話すんだけれども、僕はさそういうのは拒否したからね、みたいな感じで、いわゆるその BBC の記者によると、彼は被害に遭ったっていうこと自身が、 分かっててなないいいようううだみたたまあ、そういう伝え方されてたんですよねで多分そういう報道があったりこの問題大きくなったり自分を振り返る中でこれって自分も多分被害者なんじゃなかろうかっていうふうに受け止めつつあるんじゃないかなっていうのがちょっと出てきてましてというのはまあえっとですねこうその後ってうんですかねその後女性との行為の際ジャニー氏を思い出すってことでまあ何て言うんだろう,こう トラウマっていうか PTSD になるほどひどいわけじゃないんだけれども精神的な影響出てるよだからまあまあ人それぞれこうやっぱり被害の重さとか受け止め方によると思うんですけどご自身としては多分周りを見てるから周りはひどすぎたから。 多分それに比べたら軽いよねっていうようなままあまあそういう受け止め方をされてるんでしょうけど、まあ、これもいわゆる性的な目的をもってしてマッサージをしたらそれもちゃんと虐,虐待っていうかまああの被害であるっていうのはまあすでに認定されている話なので、まあ、実際こういった精神的なところに被害が出るのでっていう話だと思うんですよね。 だけど世間的にはこのマッサージそのものは別に被害じゃないよねって思われてる側面もあるのでこの辺のやっぱり認知から進めていかないとなかなかね理解されない問題が多いんじゃないかなと思いますねはいであとですね1 5 6歳ぐらいになるとあまり相手にされなくなるって話がありましていやだから逆に言うとやっぱり小学生小学校高学年ぐらいで入るんですか早い人で言うとね入ってって でそこから中,中学12年生まあ長くても3年生だからまあ高校生ぐらいになっちゃうともうあのその対象にならないって感じである種こう性的なものが育ってき,きてまだ目覚めてないとか目覚め始めぐらいの、まあ、そういうところを狙いに行く。 だからいわゆる男性になる過程じゃないですか。になり始めるともうそこから、まあ、興味がなくなるっていうことでね。まあ本当なんかまあまあそういう趣味執行に関しては持つのは勝手だけどそれをやっぱりそういったことを被害ね対象にしてやっぱりその欲望を。 もうこれも、まあ、本当ん、どんくらい被害者がいいんだろうってレベル感なんでね、それによっては人生も破壊されてる人もいるわけですから、もうむちゃくちゃだなと思いますけどね、やっぱりね、改めて。で、えー、っと、で、大抵はそこまで我慢できず、大抵やめるってらしいんで、だから、そう考えると、やっぱり残った人は少数なわけですよね。そうすると ただただ被害に遭って辞めた人とか、被害に遭いそうになって辞めた人っていうのがめちゃくちゃいるって話でしょだから、そこまでちゃんと拾っていくべきだと思うんですよね。それが何らかしらのやっぱり被害を及ぼしてるって感じで、まあ、ただあの、それを今から認定するっていうのはすごい難しいことなのかもしれないんですけどね。で,、まあ、でも、向き合うことから逃げちゃいけないって感じで、まあ、正直、それそのものはジャニーズ事務所がやるっていうのは大変っていうのは、まあ、わかんなくはないですかね。はい。 でえっと、嫌われるとどうなるかということで、えー、っと、ジャニーたがしね。で、そうするといられないとそのように仕向けるって話で、まあ、これは以前からそういう話がありましたよね。まあ、そもそも連絡もらえないようになるとか、結局、ね、いう、今何やってるのとかあるじゃないですか。 そういう話を聞いて、で、呼ばれて何かに出てっていう形の中で、なかなか入れない雰囲気を作られちゃうっていう、まあそういう、基本的にはそういう感じになっていくということですね。で、まあ一応嫌われるのも、行為を拒否したからといって嫌われるわけではないみたいなんですけど、その辺は難しいところですよね。はい。で、えっと、で、一番ひどかった例で言うと、みんなの前で言うなんでいるのということを言われて、 っていうことですよねだからまあそういうのも見てたりするのでみんなあこれ受け入れないとやっぱり好かれないとで好かれないとデビューできないっていうふうに思ってそういった環境がやっぱ成立しちゃうということでやっぱり野心がある人はじゃあ積極的に行っちゃう人まで出てきちゃうってことですよね。なんせやっぱりデビューしたい人がね芸能界で人旗あげたいって人が集まってくるわけですからまあそういった構造を作り出していたってことですね過去から。でそして先 あそれで1989年に枯渇本を出すんですよね。でそれを何で出したのかっていうことなんですけど、まあきっかけは北浩二さんっていう方ですね。でこの人がフォーリーブスのセンターで一番当時一番人気の大スターだったらしいんですよね。だから今で言うと誰になるのかよくわかんないですけど、まあちょっと前ぐらいで言うとスマップさんのいわゆる、えー、と木村拓哉さんとかが告発するようなもんなんですかね。 ととか嵐さんんで言うう誰なんだろうまあまあ今なんかセンターが割分かりにくくなってる時代なんでまあ昔はよりその顕著が顕著ですよねだから光源氏さんでいうと諸星さんとかが訴えたとか、まあ、そんなレベル感なんですかねはいという形でまあそういった、まあ、当時の大スターが「告発本」を出したとで1988年に「光源氏」を出版っていうことででこれがまあリアルな告,告発本でめちゃくちゃ売れたらしいですと。 で、これを見たことによって、別の被害者の方があ、北さんのとこに行って、まあ、僕も被害者ですということで、その倉田さんという方から連絡もらって、えっと、平本さんも、まあな、なんかやろうっていうことになってくっていうことらしいんですけどね。まあ、いずれにしても、これで、ジャニー・メリーに責任を取らせようとか、俺たちの力でジャニーズを変えてやろうということで、昔そういったムーブメントがあったってことですよね。だから、はっきり言って、今よりも、なんていうんだ、本、その、 まあ加害者も生きてるジャニーズ事務所のそのめ、まあ、ジャニー・メリー生きてるまさに現在犯罪犯罪行為が実行中ですよねでこういうものをやっぱり告発しかも当時の大スターが言ってくれたっていうことがあってでもでもなんかこうダメだったっていうのがねいやだから本当に当時のやっぱり空気感の責任でありテレビ新聞の責任であるっていうのは まあめちゃくちゃゃく責任が重いで、すよね、はい、でこれどういう受け止めをしてたかっていう話になるんですけど、当時のテレビ新聞がね。はい。で、まず、まあ、それよりまず先にですね、告発キャンペーンっていうのがあって、本もなんか一冊だけじゃないですよ。調べるとなんか、 平本ささんんんもすすげーたくさん出してるんですよね。だから本を、まあ、バンバン出していくとでイベントしますとでそれで賛同してくれるファンが2万人いたということなのですざまじいですよね今のネットの時代じゃなくてイベントを打ったりとかして多分集まってきてくれた人に書いてもらったっていうその名簿ですよね。にもかかわらず警察警察は動かないは、まあ、証拠がないってことになるんですかねとかまあそして テレビも動かなないけど一応週刊誌等々扱っっててくれたってことなんですよねだからそれなりの影響力を持ってわーっと大騒ぎになったわけなんですけど、まあ、テレビ新聞はまあするということでまあこの世の中に影響力を持つテレビ新聞ですよね新聞に関して言うと今よりもさらに影響力を持っていた時代だと思われるわけですよね。 で、新聞が当然やればテレビもやるって流れになったと思うんですけど、いずれにしても、まあ、ここのスルーですね。まあ、いまだにちょっと半分スルーみたいな感じなんでね。まあ、だから責任めちゃくちゃあるんですけどね。なんか、ジャニーズ事務所がこういうことを言ってますとか程度じゃなくて、本気にがっつりと我々悪うございましたっていうのを作らなきゃいけないですよね。これ、当時からですからね。まあ、むちゃくちゃだなと思いますけどね。まあ、もともとむちゃくちゃなんでしょうけど。 でもこういった媒体を世の中の人がやっぱ信じちゃってるっていう状況がよろしくなくて、だから、まあやらなかったらや,なやらなかったで、テレビとか新聞がそのまま、今オワコンですけどもっとオワコンになるだけという話だと思いますと。で、そして、まあ当時の人になんか散々謝られたらしいんですけど、まあどうも売名行為だと思われたみたいで、ただのゲーのスキャンダルだと思っていたみたいなね、いう話ですかね。だから、 まあ、い今でこそ,その少年に被害に対する認識っていうのが世の中的に大問題って話になってるけど当時すごい1980年ぐらいっていうことですから今からで言うと40何年前だから、まあ、そこまで世間の認知は高まっていなかったかもしれないってことですよねその未成年に対する被害と大人の被害っていうのをそこまで大きく分けてなかったかもしれないですよね。 はい。という形で。まあ、しかも、あと、訴えたときには、本人たちはみんな成人してるわけじゃないですか。ね。だから、少年、まあ、でもね、少年がでも訴えるってのも難しいでしょうから、ただ、あの当時、事務所に所属してた人は、なんか、これが一つ、こう、ね、救いになるかもしれないと思ってたかもしれないけど、結果な、変わらなかったわけですよね。いや、だから、その分の絶望も大きかったかもしれないし、その、なんかこう、まあ、これだけじゃないんですけど、結局、裁判で、 事実認定されてるのに問題にならないのを含めて、やっぱり世間がというかメディアだったり警察だったり世の雰囲気がこの状況をどん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 固定化させていくっていうんですかね、いくら何をやっても俺は逮捕されない。ね、問題にならない。もうそれが当たり前みたいな感じになって、そのまま五十何年間ですよ。すごいっすよね。で そして、えっと、後輩たちの相談ということで、でまあ、当然 iPhone 出してるから相談は来ますと。で、結局、まあ、受け入れないとデビューできないんですかっていう相談がめちゃくちゃ多かったらしいですね。まあ、結果なんかそういうことですよね。要するにね。で、ま,あ、まずはその、えっとですね、デビューどうこの前に、まずこの好かれるっていうのが必要で、だからそういう行為を受け入れるっていうことも、も元々気に入ってるから来るわけですね。 気に入ります、来ます、受け入れます、好かれやす、好かれますっていう、そういうのができちゃってるわけですね。で、そうすると、活躍の場が来たり、あるいは、これがひっくり返ってるバージョンも、なんかいろんな話聞いてるとありますよね。先に活躍の場を一瞬、ーンと与えて、その後、まあ、と,とある行為があって、好かれるみたいな。で、その後に、なんか、グループに入るみたいなのがあって、で、そして、デビューと。 いいいう流れみたいですけどねはい、だから被害に遭ったとしてもまあデビューできるとは限らないかつまあそもそもこのグループにすら入れない人がほとんどですという状況ですよね。はいでメリー社長っていうのを知らなかった問題についてはどう思いますことに関してもう呆れたように「はあさすがジャニーズ知らなかったで逃げるのか?」と思った。 けれど一方で、まあそれれしかか手がなないいいいぐらい追い込まれてるのかなとでご本人としては、もうとにかく認めてほしいと、当たり前ですよね、ずっと訴え,訴えてきたって感じで、被害者であるにもかかわらず、訴えは認められないどころか、売名行為と言われ続けてきたらきついでしょうね。で、北小二さんに至っては、結局そのまま亡くなっちゃったし、で、本当につらかったと思いますけど、要はな、結局、最後亡くなる時に、えー、ジャニーさん、メリーさんに申し訳なかったっつってやめて、 亡くなったらしいんですけどそれをもってして「いやだから被害に遭ってなかったんだ」みたいなことを言ってる仲間の人もいるんですけどあれはひどい話でやっぱり精神的に苛まれていくわけですよねこういった被害って要はそのお世話になった部分と被害の部分ってないまぜになっていくわけですよ。 で、被害感情が強いときと、お世話になった気持ちの感謝の強い時ときと、ぐわっとなるわけじゃないですか。で、それで訴えて、世の中が認めてくれて、断罪してくれたら、まあ、落ち着いたかもしれないけど、結局、売名行為みたいな扱いを受けて、結果、亡くなっていくときに、その、その苦しみの過程の中で、お世話になった部分を吐露しただけでしょ。だから、本当にね、なんか、本当ひどい話だと思うんですよ、これね。で、 えっと、そしてジャニーズは好きとおっしゃっていて、これはまあ、ね、結構全員に共通しているところですけど、タレントとか素晴らしいし、まあ、そういった、まあ、の被害を受けながらも、まあ、とりあえず頑張ってあの場に立っているってことです、ね、だし、それからジャニーズがやっているようなコンサートみたいなことはすごい素晴らしいから、まあ、倒れないでほしいということですね。だからすべてを受け入れた上で残ってほしいと。 いいいうことみたいですねはい、まあそらそうでですよねであと視聴者への言葉の中でまあ、今回のこれねいろんな人がこうね被害を受けられた方々いろんな方が言ってる中で一番こういいなと思いましたけどまずあの僕たちには戦う武器と守る矛あ戦う武器と守る盾ですね。 はい。まあ、それが、まあ、形として欲しいということで、まあ、特に子供たちですよね。子供たちのための、まあ、法律だったり、ガイドラインみたいなのも必要なんだけど、まあ、ここまではいろんな人がいろいろ言ってますよね。で、えっと、で、あともう一つこれですね。私、これ一番大事だと思いました。子供たちに分かりやすく浸透するものってことですよね。いくら法律を作ったところで、 それれがが実効性ななけけば意味ないわけですね子供たちが知らなければ意味ないわけですよ。被害にずっと会い続けて、まあ、それは数が増えればどっかで訴えられるかもしれないけど、もともと被害に遭わないのが一番なんで、そういうモンスターみたいな人が世の中いっぱいいるとして、まあ、それなりにいると思うんですよ。で、その人が何かやろうとしたときに知らなかったらやっぱり被害になっちゃうじゃないですか。でも、おかいけないってことを知ってたら、その、ここはジャニーさんっていう人がそ、その、 いろんな子供の現場の尊敬する誰々さんって誰々さんいけないんだよっていうことを言えるものですよねだからまあ世の中的には子供でも泥棒は良くないよって知ってるからそのいくら尊敬する人でもなんか泥棒してたらそれダメだよねって財布からお金抜こうとしてたらそれダメだよって言うじゃないですか それくらい泥棒と同じぐらいその,その子どもの体に触ることっていうそのことそのものが性的な目的でね触るっていうことはいけないっていうことが認知させなきゃいけないんですけど難しいのは性的なものに目覚める時期等々もあるからすごい難しいから本当はだから教育の現場で一からしっかり教えながら知識としてね まあしっかり教え込むっていうことが必要で、まあ、泥棒と同じレベルぐらいで世の中の認知が高まれば、被害はまあほとんどなくなるんじゃないのかなっていうふうに私は思うっていう感じですかね。はい、というわけで、あ、そうだ、もう一つ。 はい。えっと、こちらね、松谷総一郎さんの記事なんですけども、テレビ朝日に対する批判ですね。まあ、なかなか取り上げないと。で、これ以前から言ってるんですけど、まあ、M ステになかなかジャニーズ E が出ませんよねという形の中で、やっぱりそういうことそのものが報道の方でも忖度してやらないってことにつながってるんじゃないんですか、みたいなことをまあ、以前から言っていて。で、この話の中でですね、えー、っと、これか。テレ朝内のえっとレッスン上の話を出していてですね、 えっと、筆者も出席した BS の、あ、BS の TBS の報道1930ですね。これ見た方いらっしゃいますかねすごいいい番組でしたね、まあ。YouTube 等々でも確か公開されたと思うんですけど。<laughs> で、えっ、ー、と、この番組の中で、えっ、ー、と、先ほどの平本淳也氏が、まあ、ちょっと証言しているシーンが出てくるんですけど、そこの引用していてですね、もっと言うとレッスン上、レッスンの中においてもジャニーさんが ちっちゃい体なんですけど同じくらいの体の大きさの小学生を膝に座らせてそこでもういじってるというのもそ当然みんな見てますと。でそれに対して不思議なのはみんなそれに対して全く違和感を持ってないですと。むしろ自分がジャニーさんの膝に座りたいぐらいに思ってますと。そこは異様な世界なんだなって子供ながらに思ってましたっていうことですね。で えとこのレッスン場がどこかわからないが80年代のジャニーズ事務所のレッスン場として有名なのはテレビ朝日の旧社屋の敷地,内敷地内にあった第二リハーサル室だっていうことですね。はい、で場所は現在の六本木ヒルズあ,あたりにあったっていうところですかね。3階建てのプレハブで3階にレッスン場があった。 ということで、こういったレッスン場についてはいろんなジャニーズの、まあ、こうタレントさんたちが話してきたっていう形でね。で、平本氏が目撃したのがここのレッスン場かどうかは不明だけれども、まあ、本人に聞けば一発ですよね。はい、で、えーと、こうした行為が常態化してったならばテレビ朝日の敷地内でも行われていた可能性が高いと。 でこれは極めて重大ですと。単にテレビアサフィーがビジネスとしてジャニーズと深い関係性があっただけでなく、ジャニー氏の加害公認を黙認し、場所を提供して間接的に加担していた。 えー、疑惑も浮上するとというところですね、まあ、これに関して言うと確か NHK も場所を提供してたと思われるので、まあ、その辺はちょっとねどこまで管理してたか問題がありつつ自分たちのレッスン上提供したレッスン上でこういった行為が行われていったっていうことになると大変な問題なんで当然それはご自身の 社におけける調査も当然必要でですすよねって話なんですけど、ね、まあ報道しないどころかまるで触れないどころか調査もしないっていうまあ感じなんで今んところはなんかそういうのをやる気すらないって感じなんでしょうけどそんなんで逃げれると思うなよみたいな話ですかね。で,でそういった問題がさまざまあってですね で先ほどの平本淳也さんとジュリーさんって同い年です,ですと、でこういったことが散々あって本当に知らないんですかみたいな話があって、まあ、それはやっぱり無理なんじゃないんですかねというふうに私としてはちょっと思いましたというような話でした。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。